軽減寺は、東京都世田谷区北見4丁目にある浄土宗の寺院。創建は、平安時代で、江戸にちなんで名乗った江戸市によって、現在の皇居周辺に作られた寺院である。江戸市が、室町時代、現在の北見の地に転居したのを契機に寺も移転。江戸時代の寛永13年には、徳川三大将軍、徳川家光から主院城を賜り、格式ある寺院となった。 現存する本堂は1716年の建築で、世田谷区にある寺院建築物では最古であると言われている。文治2年に江戸太郎住長により江戸城付近にて創建された。当初は岩戸山大沢院東福寺といい天台宗の寺院であった。武蔵平一期の敗退などにより、江戸市は没落していき、大田道館に江戸城を明け渡し支配拠点を北見に移転。 それに伴い当人も、応仁2年に、北見の地に移転。天文19年に神和釈放生まれ商人により、浄土宗に改修された。寺院名も英劫参加林院軽言寺となった。江戸市は、江戸時代には、北見氏と改正して徳川幕府に仕えた。そして、北見正宗により寺は、文禄2年に再建。その後、 寛永13年11月9日、徳川家光より、治療十国の主院状を受け隠しきある寺院となった。法永年間に火災に遭い、寺法を失ったが、1716年に現存する本堂が完成した。現在当寺院には、江戸市の歴代の墓があり、江戸時代に作られた山門や、修老堂、さらには北見古墳群中の軽減寺3号墳から6号墳までの、 古墳がある。現在では隣接して、当事院が経営する、軽減寺幼稚園がある。行事としては春には、釈迦の誕生を祝う花祭り、夏には五霊祭り、秋には銃や放映が行われる。軽減寺幼稚園、北見不動堂入り口北見不動堂は、世田谷区成城にある、軽減寺の境外仏堂である。当地の住人だった、浦野半次郎らにより、 村内の安全祈願などを願うために作られたもので、明治9年に現在地に建てられた。当地には、不動堂のほか、岩屋不動、明王、玉木稲なりなどがある。また境内には、自然湧水による滝もあり、かつては信者が水行したこともあった。昭和16年に、軽減寺の境外出動になった。ありがとうございます。